せよう。オン、ニコ生クルーズ。ショー、間もなくニコ生クルーズが到着します。電気あるな。ショー、ニコ生クルーズが到着しました。親の年金でゲーム。ハゲ。ハゲ。ペ。ペ。エマゲ。ね、ね、引き出し開けるとドブド出てくるよ。ペアム、ニコ生クルーズが去っていきました。田中、おオフ、これはうまい。美味しいな。オン、ニコ生クルーズ。ショー、間もなくニコ生クルーズが到着します。ショー、ニコ生クルーズが到着しました。どんだけクルーズ待ち仮装なんだよ。他にいねえのかよ。ハゲ、わらわらハゲハゲハッケッケ、わらわら。仮装生ぬ、カチェ、仮装配信サイト。2249。CD って30年以上前から変わってないよな。ね、音質も変わってないよな。これ以上音質がクルーズに来ないか、良くなることはないや。ペアム、ニコ生クルーズが去っていきました。これ以上音質が良くなることはないな。画質もない。オフ。
アイテム数がちょうどいい。
面白いですね。夢中になってしまうな。面白すぎて。You can sure tell the janitors haven't worked in a couple of days. There's the objective. The PRC has wall cloud. You should have no trouble slipping past the guards on the dock. They seem to be walking standard patrol routes.面白いな、しかし人が来ないなら開き直ろう。集中して遊ぼう。じっくり。Did anybody else?何が目的だっけ？これ？
ましょう。これ剣でね切ればステルスになるんですよ。下に一人いるっぽいけど、仕事だけすごいする。プレイ？あれも押さえておく？プレイね、プレイやるんだったらね、デッドスペースでよくないですかっていう。あ、5文字か。
気はするんですけど、あれもこれに似たデザインとか言うよね。あ、そうなん。パッと見た感じ古いでしょ。あ、バイオショックか。はあ、バイオショックの新しい方のプレイね。続編、あ、二つあんの。システムショックからの流れ。ああ、じゃあシステムショックからやらないとダメですね。あ、システムショックか。僕はシステムショックやってるんですけども。来たー。システムショックやってるんで僕たちは。あとはね、バイオショック1、バイオショック2、シリーズではないぞ、バイオインフの3本をクリアすればプレイをやっても良い。余裕だな。うん、余裕だった。ただなるほど。うん。え、マジか。バレた。ただね、これマジでシステムショックより面白い。プレイならまず Xbox の旧版からやらねばならない。マジで移植なの。移植ってかリメイクなの。リメイクのルール決めようよ。ザナドゥセガサタン版をやっても良いのか。ゲームデザインが別では。別ゲー、別ゲーか。もはや別ゲーである。ってなると1からやらなきゃいけないな。別ゲーなら。ほぼ同じだって言うんだったらいいんですけどね、リマスター側で。ウルティマ・アンダー・ザ・ワールドとかシステムショックからプレイ2018。勘弁してくれ。俺ウルティマやらないっていうルールなんで、うちの声書いてなかったっけ。喜んでください。僕でエクシレとミースト4の販売を確認。え、ま、ちょっと待って。マジで。でもエグザイル買っちゃったんだけど。え、待った、ミスト4、マジで。ミスト4、大事ですよ。ミスト4は大事ですよ。あ、あるじゃん。へぇ。これで全てのミーストシリーズができる。やった。ゴグなら安定して動きそうね。すげえ。ただミスト英語でやりますか。相当厳しくない。キューバコでエクシレ1円で確保しておいたが使わずに済みそうだ。Xbox One の介護官でエグザイルが綺麗になったりとかしないんですかね。 HDMI になるだけで十分っちゃ十分だけど、そう考えると俺 D 端子で繋いでるから。あ、でも配信でやると S になるのか。ちなみにこのウルっていうミストのね、あのオンラインゲーム版、介護官確かエクシレできないんじゃなかったっけ、わら。やっぱそうだよな。調べたけど、できねえじゃねえかって俺も思ったんだけど、なんか、普通に、綺麗になるんですかみたいな質問があったから。え、できるの？と思っちゃった。ウルはこのサイトで無料で遊べます。これがね、オンラインゲームなんだ？どっちが先だっけ？これがシングル用なんだよな。で、これに、追加マップとかを足してオンラインにしたやつがこれ。こっちが多分完全版。
ただオンラインゲームなんでサービス終了したら終わりですね。サービス終了したら終わりですね。ドネートするか。オンラインか。ミストオンラインって全くイメージ湧かないんだけど、どうやるんですかね。ミストに限ってオンラインにする必要があるのか。まあ、オンライン MMO ブームみたいなのはあったからな。天気あるだろこの部屋。ねえのか。そんな部屋ある。電気ない部屋あるか。まあ、何でもオンラインにする時期ではあったかな。あ、握力で使っちゃった。銃刀法違反やぞ。はっ。おー、またバンになっちゃうよ。許してください。おい、ドアが一人でに閉じたり閉まったりしてる。これのせいだ。またツイッターで晒されちゃうよ。5678。これ何？ちょくちょく見かけるけど、後でなんかワープできるの？ここに。Captain Zhao, the helicopters will be there shortly. They're to be loaded for spraying of the virus. No delays. I want the helicopters operating before sunrise. GTA も面白そうやけどな。いや、GTA はだって GTA オンラインじゃん。ミストオンラインってだってさ、脱出ゲームをオンラインでやるっていう意味が分かんなくない？どういう仕組みになるの？脱出ゲームオンラインって。何？っていう。てか、ハッキングできないのか、この辺。ハッキングしようぜ。パスワードもユーザーネームも知ってるけど。キングスフィールドオンラインみたいなもんかな。めんどくさいから、ハッキングしちゃう。そんなもんですかね。でもミストだぜ。どんなオンラインになるのか楽しみですよね。今から。場所に行くぞいいと思います。ニコニコで配信するとさ、ニコニコってやっぱ人がやっぱ多いから人来るんですよね。一人でやりたい時にニコニコでやると、配信すると普通に配信してるだけでも人来るから、ニコニコクソですよね。一人でやりたいときはやっぱツイッチでやるべきですよね。兵器庫に行こう。はっ、違う。That's the one. Okay. ちょっと待って。私の言葉をパクらないでください。面白いと思って。ゆっくり一人で配信したいときはツイッチで
ユーストでみたいな。今回は本当に面白いから誰も来てほしくないからユーストでやってましたわみたいな。よくわからん配信者ですな、笑。あれ勝手に開いてる。勝手に開いてる。パスワード手に入れただけで開いてる。いや人それぞれですよ、本当に。あ、ラムは大事だ。超大事アイテム。最高だった。孤独感を味わいたいからシャドウタワーをツイッチでクリア、わら。意味がわかんねえな。じゃあ一人でやればいいじゃん。正論。おっしゃる通りですね。おっしゃる通りなんですよ。そうですね、つながっているという状況が大事。普段別になんだ、普段別に行かねえじゃんと思っても近くに百均があるとホッとするみたいな、そういう感じですかね。超大事。
サノバ。この剣強いな。剣だもん。キングスフィールド。キングスフィールドやってます。キングスフィールド。はあ、キングスフィールドだ。キングスフィールド4ってこんな感じなんでしょ。これキングスフィールド4じゃね？ステルス。物理ステルス。ステルス。物理。右手に持ってるものはガリガリ君ソーダ味ですか？美味しそうですね。違いますよ。ムーンライトソーダですよ。みんな大好き。もうあんなに待ち望んでいたムーンライトソードですよ。よかった、キングスフィールドだった。一件落着。納得の配信。持っちゃうとな。
わないやつ。使わない。ふむ。これいいや。よし。何したらいいの？ということで、会議の椅子の何？何の外壁？溶接部分があるの。ないけど。甲板への道を発見するって、ここ甲板ですよ。ということでね、ないんだけど、何これ、ゴミじゃん。
のかじゃあ。船自体が間違い。多分ですね。バトラーがバトラーの配信見たいだろ。俺もトゥームレイダーをやりたいという気持ちをグッとこらえて眠バリューのあまりないゲームの方をやってます。でもちゃんと面白いから別に手抜き配信ではない。
られるパネルがあるはず。嘘じゃねえかよ。もう嘘。からこっちに来るんだ。逆ルートで通ってるからメッセージが逆から順に流れてる。ようやくわかった。どうしたらいいんだ。めっちゃ来場多いな。さすが PS2。 やっぱね、レトロゲームなんですね。タイトルにプレイステーションって書くだけじゃ人が来る。からくりが分かった。
けど結局みんな同じところに着くよな。溶接の部分って何そんな部分ないけど、外壁ってこっちの外壁か、船の外壁じゃないのか。浸水でもさせるんすか？ぽいんですよ。沈没させようだから。意味がわかんないですよね。甲板の道を発見せよっていうのも、甲板にいるのにチェックが外れないし、溶接部分をいつ破壊せよ。溶接部分。
ボボボボボボ。地下で流れる一つあるとしたら、地下に行く方法がわからない。したい。
持ってるのにどうやって開けるんだつってあった鍵使って開ければいいんじゃないか。違うんですよ、このゲームの鍵は全部ね電子化されててその鍵を持ってるという実感が湧かないんですよ。データで手に入るから鍵が。実感が湧かないんだよ。This is the spot, JC. That is one of the trial well points on the wall. マジ気をつけよ。終盤なのに。
武器庫か。ここに1個入れたのこのスペースに。これダメな。奴らは毎回この動く台座みたいなの利用して飛んであそこの警備してたってこと？確かに他に道なかったよな。まあバイオ2の警察署に働いてる警察官に比べたら、地図の場所だ。多分今俺がどこにいるのか分かんない。何？何？
こか。戻って変だ。あ、ここだな。親切なゲームじゃないこれ。サウサロ？こっちや。この。難しくなったなぁ。 GP ガンからまで内部の尖閣を吹き飛ばせ。だからあ、じゃあここに死んだ。爆風も食らってないの今。だって当たってない。発射した瞬間に死んでるな今。発射したら死ぬ。
ん？もっと左か？そんなこと言われてもな。じゃここは後回しにしよう。何をすればいいかもよく分かってない。もっと見やすいとこ行こう。よく分かってないよ。進めればちゃんとクリアできるようになってる。素晴らしい。もう一箇所あるで、反対側にもある。これハッキングしてなかったっけ。
ここどこ？ここどこ？We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting up, and I can't shut them down. A lot of charge in there. The overhead walkway is like the plane capacitor. Sounds like a job for bots. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I could take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down two power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way!新しいミッションを受注してしまった。これさっきのところ上じゃん。こんだけ暴れられまくってるのに何もくもくと作業してんだこいつ。結構ガバガバですね、このゲーム。いいことだと思います。あれ、ちゃんとだからミッションクリアしないとあそこはいけないが、これ普通に剣をなんかメインウェポンにしてるの、かっこいい。
ステルス完了。見つかった人全員倒せばステルス成立だから。弱くなった気がする。気のせいか。うん、ね、あ、ロックオンか。追尾するから。たまにはラムにしよう。しかし、なんでこんな暗いんだろう。下にある。We have to shut down both control panels to kill the power. この下。この下、これか。すごいな。こうなんじゃねえのって思ったことに対して、必ず答えがあるんですよね。本当なんかやりたいと思ったことが全部できるんだよな。すごいよな。ええじゃねえかよ。どこにあるんだよ嘘つき。ないの。悪いんだって床下にあるって言ってたのに。あ、こっちか。え？だ
後ろ俺切らなかったっけ。切ってない。これ切ってない。そういうことか。切れた。はあ、意味あったんだな。最初ここ来た時何の意味があるんだよっつってたけど、全部繋がってんだな。やっぱ神ゲーじゃん。孫うことなき。やったぜ。素晴らしい。あれ？あ。ただの神ゲーで、あとは。壊した壊した。壊した。ああ、そっか。上かな。行って。本当の地図だから自分がどこにいるかをあれしないといけないし。明るいですか？いやー、実はね、これあの PS2 の名作デウスエクスの、まあ、移植版をねプレイしています。って言うと印象変わるんですよ。気づいたんですよ。タイトルにプレイステーションって書けば人が来るっていうことに気づいた。なんかスチームゲームやるときはこれプレステで出てないかまず調べるんですね。そうするとここ PS2 って書いても良い。PS2 のゲームをやってることになる。そうするとね、やったこともねえのにもう懐かしいゲームやってんねーとか言う人が多分出てきて盛り上がる。ここ壊すのか。で、こうだ。よくできてんな、マジで。すげえな、これ、マジで。ちょっと、拍手だな。ゴールデンアイの次回作だっちょねー。これ拍手だわ、マジで。すべてが、はぁ、すごいな。これちょっと、システムショック、クソゲーだった。デウスエクスでしょ、時代が。何に感動してるの？もう全部ですよ、全部。
書いてあるね。爆薬により5つの外壁の溶接部分を破壊し、意味が分かんないなったところから始まって、で進めていってさ、ポンプを回してとか溶接箇所を破壊しろとか、こうちゃんと見ていくと、こう地図でそれの位置を確かめろで、位置って言われても、どれ、まずどれが今の自分の位置の地図が分かんないしでこれだって突き詰めて、今俺はここにいるみたいな感じで、じゃあこのバツ印の場所を破壊すればいいのかみたいな、で今ここ破壊したからここになんかあるはずっていうヒントがあって、初めてじゃあここのガラスを壊してとかいう発想になるんですよ。全部繋がってるんですよ。あ、あ、オッケー、逃げよう。30分、余裕じゃん。そうでもないけど、でもこれやればわかります。とにかくやればわかります。スピードラーニング、すごいですね、本当に。間違えた。最高ですね。はあ、これがもし PS3 とか PS4 でできたら、めちゃくちゃ面白いんだろうな。なるほどな。見ちゃってる。おお、不謹慎だこのゲーム。こっちか。あれ？このこっちか。全部つながってるんですよ、本当に。ああ、ああやりたい、こうやりたいっていうのが、なんか、ね何をやっても作者の手のひらの上って感じがすごいんですよね。こんなに自由度が高いのに、どういうルートで進んでも絶対クリアできるんですよ。俺がクリアできるんだぜこのめちゃくちゃなプレイしてる。あれ、これ乗るんじゃないの？違うの？あ、脱出ミッションだった乗るのかな。走るのが遅い？ブーン。あの顔に。電池がもったいないから、スキルとか使ってらんない。懐中電灯に全部使うわ懐中電灯だろ。落ちちゃった。
そういうことか。すべてがつながった。すべてがこっからかよ。全部伏線じゃん。面白かったけど、こっちの方が完成度が高い。あれ？登れんの？屋上に出れるとはもう神ゲー。はい、ということでね、ぴったり2時間、こんなもんでいいだろ。何のキングスフィールド？いろんなキングスフィールドやっていかないとな。ストーカーとかフィアーとかデッドスペースとか、ちょっと1のガイドがないんですよ。ないんですよ。これドゥームの時に、ドゥームじゃねえわ、マラソンでお世話になった。今ここをクリアしたかな、半分超えたくらいかな。うん、頑張りましょう。お疲れ様でした。